どうも、くにさんです。今回の動画なんですけども、今回はね、この後ろにありますベッセルホテルカンパーナすすきの店をね、宿泊しようと思いまして、こちらのホテルのね、レビューをやっていきたいと思います。ここのホテルはですね、去年私が石垣島で泊まったホテル、ベッセルホテル石垣島というところのね、系列店になります。このベッセルホテルさんはですね、朝食にとても力を入れてるホテルでして、ここもね、朝食がすごいいいところらしいので、とても楽しみにしております。明日もね、系列店の中島公園の方にも宿泊しようと思ってますので、そちらの方はね、別の動画でね、レビューをやっていこうと思っております。それではですね、チェックインの方していきたいと思います。それではね、中に入っていきたいと思います。お、目の前に芸術品ですね。土壁みたいな感じになってますね。で、右の方で行くと、なんか落ち着く色ですね。じゃあチェックインしていきます。フロントチェックイン終わりましたんで、まずはねこちらの方から説明していきたいと思います。こちらの方行きますとね、リラックスできる休憩スペースがあるんですけども、この左の方にね、こちらでウェルカムドリンク、こちらの方でねお好きにとってね飲むことが可能です。今現在コロナ禍というところなので、こちらの方にもね消毒液の方が置いてありまして、あと使い捨ての手袋ですね、こちらも置いてあります。で、実際に飲み物なんですけども、飲み物はですね、ペプシコーラ、メロンソーダ、ジンジャーエール、ホワイトウォーター、あとお水、あとウーロン茶、オレンジですね。で、こちらの方がコーヒーですね。はい、でコーヒーなんですけども、コーヒーはね上から行きますと、コーヒー、アイスコーヒー、あとカフェラテとアイスタイプ、あとココアですね、とアイスココア、あとは抹茶ラテにホットウォーター、まあこんな感じで置いてあります。でその右手側の方に行きますと、これねダージリンとか、あと紅茶、ピーチ、アールグレイ、アップルとかね、はい、ティーパックタイプ、そんなのもねこちらの方に置いてあります。真ん中の方に行きますと紙コップだったり、あとはこっちにね砂糖ですね、あとミルクとかコーヒー関連のものですね、はい、このようなものが置いてあるような形です。フロントなんですけども、このフロントのね右手側、こちらの方行きますとね、無料で使えるパソコン、 Mac ですね、それと下にプリンターもあります。これは無料じゃないですけども。で右手側、こちらの方に観光雑誌ですね、パンフレット関連があります。また背中、こちらの方にもねパンフレットございます。ここは情報関連の部屋という形ですね。はい、このようなものがありました。それではねエレベーター乗って部屋の方に向かっていきたいと思います。今回私が泊まる部屋はですね、この1202号室ですね。12階の1202号室です。それとですね、またね、またと言ったらおかしいんですけど、アップグレードさせていただきました。カンパーナさん、ありがとうございます。それではね、部屋の方入っていきましょう。はい、まず部屋に入って左手側行きますと、こちらにねルームキーを挿して明かりをつけるスイッチですね。はい、こちらにハンガーがありまして、でこちらの方にねサンダルがあります。でこちらの方にね室内用のスリッパですね。そしてスリッパのこちらの上行きますと洗面台ですね。そして洗面台の上に鏡があって、この右手側の方に、こちらの方にもね鏡ございますね。そして洗面台の右手側にコップがあって、でこちらにアメニティ関連ですね、ヒゲ剃り、綿棒、あとブラシに歯ブラシですね、あとティッシュ、はい、ポット、そちらのがありまして、あとこの洗面台の下にはフェイスタオル2枚ですね、はい、あります。でその隣行きますと、こちらはなんだ、あ、これドライヤーですね。であとビニール袋と、あと室内着ですね、はい、あと靴下、室内用の靴下ですね。ドライヤーはどんな感じなんだろうな。ドライヤーはねパナソニック製のこんな感じのやつです。そしてドライヤーのね右手側、こちらの方を開けますと、こちらに冷蔵庫ですね、ここコンパクトタイプ、ちっちゃいやつですね。はい、まあ飲み物入れるぐらいだったらいいぐらいのサイズですね。そして右手側行きますと、こちらに空気清浄機あります。シャープ製のもの
ものですね。でゴミ箱があって、でこちらの方にねベッドが2つある形になってます。シングルがねツインルームになったっていう形でアップグレードしたような感じです。でこちらに小さいテーブルと、あとソファーの椅子ですね、まあ小さいソファーですね。そしてこちらにテレビですね、はい、で折りたたみの椅子ですか、持ち運びするための、まあ、化粧鏡ですね。あとはここにパソコンの LAN ケーブルと iPhone の充電ケーブルですね。こんなのもね無料で置いてあるんですね。そしてこちらの方にねここがドアがあるので、この中どうなってるのか見てみましょうか。ボタンポチッと、はい開けます。あ、ユニットバスですね、はい、トイレ一体型のユニットバスですね。で上の方にバスタオルあって、ここにボディウォッシュ用のねやつですね。そしてこちらがねボディシャンプー、コンディショナー、はい、ボディーソープですね、3点セット、これもございますね。そしてシャワーノズルタイプがこんな感じです。まあお風呂のね浴槽はね、一人暮らしのアパートに住んでる浴槽ぐらいの大きさなので、そのぐらいのサイズと変わらないので、まあ一般的かなみたいな、そんな感じですね。でもねすごい綺麗ですよ、はい、清潔感があるので大変綺麗です。そしてこの部屋から見た外の景色どんな感じなのかっていうのねご覧入れましょう。はい開けます。こんな感じです。12階なので結構ね、まあ見られるレベルだと思いますよ。ちなみにこの左手側のね、ここね、赤ホテルさんですね。はい。で、隣はタイムズですね、の駐車場ですね、こちらは。で、右手側のこちらの方に観覧車が見えますね。こっからね、ぼーっとこの景色を見て、リラックスしてゆっくりするのもいいんじゃないかと思います。それではね、次にこのベッドチェックやっていきましょうか。はい、まずね、掛け布団。おー超柔らかい、うん、ふわふわ超気持ちいいです。で次に枕ですね、うん、枕もねまあ一般的にある枕ですかね、ビジネスホテルのあるような感じで、うん、でもとても綺麗ですね、はい。で次に下ですね、こちら、あーこれもベッセルホテル石垣島さんと変わらないです。石垣島行ったことのない方はねこのコメントだと分かんないので、ちょっとね硬めですかね、はい、のような感じのベッドです。柔らかすぎてもね体を悪くしてしまうので、柔らかすぎず硬すぎずみたいな形のベッドですね、はい。これでね一通り今回私が泊まる部屋のねレビューは以上になります。ここのねベッセルホテルカンパーナススキノ店、こちらはね2019年の6月にねオープンしたような形なので、ちょうどね2年ぐらい経つような形のホテルなんですね。なので建物自体もとても綺麗で清潔感があるようなねホテルになってます、はい。それで次の方はですね、ここのねススキノ店の方は大浴場がありますので、大浴場の方をねご紹介していこうかなと思っております。もしね可能であったらという形で、実際にね映像の方カメラを持ってね紹介という形をやっていこうかなと、他のお客さんがね誰もいないような形が撮れればできればいいかなとは思ってますけど、ちょっと難しい場合はですね写真をどちらかのね形でご紹介していこうと思います。はい、2階に行きますと大浴場がございます。エレベーターを降りて左手側、こちらがね女性の大浴場、そして右手側の方にですね男性の大浴場がございます。はい、こちらがですね大浴場の営業時間となります。営業時間は朝の6時から9時半、午後は15時から翌日の0時30分ですね。これはね男湯女湯どちらもですね時間は同じです。次はですね、このベッセルホテルカンパーナさんのね、中の室内にありましたので、それをね、簡単にご紹介したいと思います。こんな感じでね、パジャマみたいな形の室内着になりますね。結構ね、素材が柔らかいので、はい、着心地がかなりいいです。はい、背中はね、こんな感じになってます。はい。それではですね、室内用のね、こう靴下もあるんですね。旅みたいな、こんな感じの、はい、形になってます。近くでお見せしますと、こんな感じですね。さっき入ったばっかりなんですけども、旅型の靴下ですね。
そんな感じになってます。それと室内にですね、タッグでお見せしますとこんな感じのね生地になってます。すごいね柔らかいので肌触りかなりいいですね。はい、こちらがですね、左手側、こちらがウェルカムドリンクがあったこの部屋ですね。で、朝食の会場なんですけども、朝食の会場はですね、この右手側のね、まだここ閉じてるんですけども、ここがね、朝食の会場になります。はい、こちらがですね、朝食の会場になります。それではね、どんな料理がね、陳列されているのか、そこのところね、手前からね、ご紹介していこうかなと思います。汁かな。朝のしじみ汁美味しいな。
てもうまい。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。ホテルの部屋の中はですね、大変綺麗で、朝食もね、大変美味しかったです。大浴場もね、かなりね、神秘的な感じな風景で、大変良かったと思います。サウナもあったのでね、この部分もね、良かったと思ってます。それで今回、冒頭の方でね、ちょっと説明が足りなかったので、ここでね、説明を追加したいと思いますけども、チェックインがですね、14時、午後の2時からでして、で、翌日の11時までチェックアウトっていう形になってます。チェックアウトの時間がですね、11時っていうのはね、かなり遅い時間までここにいられるので、ここの部分もですね、大変いいと思います。まあこのホテルではないかと思うんですけども、朝食抜きで素泊まりという形で泊まりまして、やっぱね、追加で朝食をね、食べたいと思いましたらね、その場合は追加2000円でね、朝食を食べることができます。それとね、もう1点、ホテルは泊まらないんですけども、朝食だけ食べたい、こういう場合はですね、2900円で食べることが可能です。まあこの金額はね、両方ともちょっと金額高いなと思うので、宿泊をして朝食を食べるというね、今回私が泊まったような感じで、こちらの方がですね、コスパ的にいいと思いますので、ぜひ宿泊をして朝食を食べて、そしてホテルでゆっくりをすると、そのような形でここをご利用になってみると大変いいと思います。そしてもう1個あるんですけども、無料貸し出し品がね、大変多いんですね。こちらになります。これ見てくださいよ、かなり多くないですか。これだけたくさんのね、無料貸し出し品があるっていうことは大変嬉しいですよね。これもね、ここの系列のホテル、私が去年の夏に泊まったベッセルホテル石垣島さん、こちらの方もね、このような無料貸し出し品があります。ベッセルホテルさんはね、こちらの無料貸し出し品の方がね、たくさんあるというのはね、大変魅力な一つかと思います。それでは今回のホテル動画のご紹介は以上となります。今回の動画がね、良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録、まだ登録されてない方はですね、ぜひとも登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。